はい、どうも赤星です。どうも赤崎です。降りしきる雨の中ですよ。です、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、さあ今日はね、この前ちょっとチラッと出させていただきました、こちらの北米版限定のこの赤いものを、ちょっと今日はね、飲んでみようと思います。なるほど。ウルトラレッドって書いてあるじゃないですか、でちょっとやっぱりこう飲み比べをしたいんでね、日本で売られてるやつが一体どれに対応するのかっていうね、参考にこちらの、あの白いやつ持ってきましたけども、これ白いやつ、はい、白いやつがウルトラなんだ。でこれの赤版なのよ。あ、そうなの。これはまたやっぱね、あの量が多い。やっぱね、でもやっぱり同じ、こっちも200円しましたけど、やっぱりこっちも、3ドル50セントぐらいするんです、まあ、ただ、量が多い分ちゃんと高いってね、ちゃんと比例してる、安いわけではないというのは徹底してます、はい、今回もまずはもう日本版の方からちょっと行ってみましょう、ね、行きますぜ、はい、そりゃっくっ、あ、ちょっと、あ、でもあ、こんな感じなんだ。あ、ちゃんと白いんだ。白くない、ちゃんとバナナ入ってんのね。ちょっと違うじゃん。はばい。お疲れ様です。これがそうそう。飲んだことない人に伝えたらもうスポーツドリンクだよね。あ、そうだね。炭酸スポーツドリンク。でもライチの味にもちょっと似てる。ああ、そうだね。いい例え、うん。ライチです。ライチだわ。ライチですわ。で早速。そうだ。はい。今触れられなかったけども、あの上の部分にね、ゼロシュガープラス、ゼロカロリー。え？パナックス入ってんすか。パナックス、はい、パナックス入ってんすか。パナックス入ってますよ。あ、ちょっと待ってください、パナックスって何ですか。わかりません、わかんないです。あと、あの入ってないのにプロテイン 0g ってじゃあいいだろ、書かなくていいのに。え、で、ゼロシュガーっすか。ゼロシュガー飲まなくていいじゃないですか。行ってみましょうか。行っちゃいましょう。行きましょう。よいしょ、よいしょ。なんか日本版の、赤いんでしょうか。ああ、確かに。なんだろうね。さっき白いやつ白かったからね。はっ、おーい、赤っ、赤っ、えっ、すげえ。あ、そう。あらららあら、行きましょうか。はい、乾杯。はい、いただきます。あのね、味全然違うね。味が全然違うね。なんか、すごい、何これ。アメリカの味だな。アメリカの味だわこれね、うん、何が近い、あのね、ダークチェリーガムみたいな。ああ、そうだね。うん、ブラックチェリーガムみたいな。わかるわかる。そういう、飴を溶かしてできた、はいはい、ジュースみたいな味。ね、これ一本いくの結構、なかなかだね。なかなかよ。その飲むこと自体に、元気が必要で、エナジードリンク飲まなきゃいけない。もともとよかったじゃん。よくない。どういうの？多分絶対映ってないです。まあ、手だけが。うわ、赤いな、思った以上に。そう。これはでもね。あ、ピンクグレープフルーツみたいな。そうかな。まあ、うん。は？アセロラ炭酸の。ああ、いいかも。でもは、ジムの国の味がする、ちょっと、ということですかね。お渡ししました。うわ、でもこれは飲むともう何が入ってるか、やっぱりこうなんて書いてあるのか気になりますね、ここにね。あの、黙読やめて、ちょっと。スイートスイートサワータイム、サマータイム。タイムか。まあ、白はウルトラで、新たな野生を解き放てって書いてあるんで、まあ、似た感じっすね。全然似てないです。似た感じ。全然似てないです。まあ、というわけでね、はい、レッド飲んでいきましたけども、はい、2回にわたってお送りしましたが、はい、なんとですね、なんと、これで終わらないんですね。え、なんと。お、なんだなんだ。なんとですね。まあ、冷蔵庫から取り出してますけど、ね。猫の T シャツにゼブラ柄のズボンで。じゃん。というわけで、はい、これしまったのよ。ああ、これ、ね、まあ、これ並べちゃうとすんごいカラフルな、もうめちゃめちゃカラフルだけど、なんと今回、はい、レッドブルの限定版も入手してるんですよ、私。ええ、入手したな、今。もういい感じしてるから、ちょっと待って。入手してるんですよ、2つ。ね。というわけで、これ一体何なのか、日本じゃ売ってないやつ。見たことない。
これはなんとまた次回お届けしようと思います。これはいいですね、うん、お楽しみに、とっさギャップしたから